アメリカと南朝鮮傀儡集団の故意的でしつこく挑発的な共和国に対する戦争演習策動と対決姿勢により、朝鮮半島の軍事政治情勢は逆戻りさせがたい危険段階に至りました。朝鮮労働党中央軍事委員会は国の防衛体制をあらゆる面から強め、敵のいかなる核戦争の脅威と挑戦にも迅速に対応し、徹底的に管理統制するために自衛の核戦争の抑止力を強める引き続く軍事活動を精力的に導いています。朝鮮労働党中央軍事委員会は核反撃想定総合戦術訓練を組織し指導したことについて、3月21日から23日までの3日間にかけて、また他の軍事的攻撃能力のデモンストレーションとして敵に実質的な核危機を警告し、自衛の核戦力の信頼を検証するための訓練を指揮しました。敬愛する金正恩総書記が重要軍事活動を指導しました。3月21日から23日まで新たな水中攻撃型兵器システムのテストが行われました。共和国の国防科学研究機関は、今から11年前の2012年から現代の戦争要素を研究し、帝国主義侵略軍隊の軍事的技術的優勢を牽制する自衛力強化の発展方向を規制し、新たな作戦概念から出発した水中核戦略攻撃兵器システムの開発を行ってきました。2021年10月、国防発展展覧会自衛2021で党中央委員会政治局にこの水中核戦略兵器システムが非公開で報告されました。この秘密兵器は朝鮮労働党第8回大会で核無人水中攻撃艇津波に命名され、党大会以来この2年間50回以上のさまざまな最終段階のテストが行われました。金正恩総書記がおよそ29回の兵器テストを直接指導し、党中央委員会第8期第6回総会でその作戦配置が決定されました。水中核戦略兵器の使命は、密かに作戦水域へ潜航して水中爆発で超強力な放射能の津波を起こして敵の艦船集団と主な作戦工具を破壊し消滅することです。この核無人水中攻撃艇は、任意の海岸と港、また水上船舶に衛星して作戦に投入することができます。3月21日、ハムギョン南道リヨン郡沖から訓練に投入された核無人水中攻撃艇は、朝鮮東海に設定された楕円及び8型の深度を80内し150メートルの深さで59時間12分間潜航して、3月23日午後、敵の港を想定した本厳湾水域の目標点に到達し、テスト用弾頭が水中爆発しました。テストの結果、核無人水中攻撃艇のすべての戦術的技術的所見と航行技術的費用が正確に評価され、その信頼と安全性が検証され、致命的な打撃能力を完璧に確保しました。3月22日、戦略巡航ミサイル部隊を戦術核攻撃任務遂行の手順と工程に熟達させるための発射訓練が行われました。訓練の前に、核攻撃命令認証の手順と発射承認システムなど、技術的及び制度的メカニズムの稼働の正常性とシステムの安全性を再検討し、それによる戦略巡航ミサイル部分隊の行動組織法と服務動作を繰り返して熟達させるための訓練がありました。戦略巡航ミサイルには核弾頭を模擬したテスト用弾頭が装着されました。ハムギョン南道ハムフン市フンナム区域着土道から発射された2機の戦略巡航ミサイルヤ1型と2機のヤ2型は、朝鮮東海に設定された1500キロと1800キロ範囲の距離を想定した楕円及び8型飛行軌道をそれぞれ7557内し7567秒間と9118内し9118
終戦129秒間飛行して目標を米中打撃しました。発射訓練では巡航ミサイルの超低高度の飛行テストと変則的な高度コントロール及び回避飛行能力を判定するテストも行われました。そして機種別でそれぞれ一発ずつ設定高度600メートルでの空中爆発打撃方式を適用し、核爆発のコントロール装置と起爆装置の作動信頼を改めて検証しました。重要兵器のテストと発射訓練は周辺国の安全に何の悪影響を及ぼしませんでした。金正恩総書記は重要兵器テストと戦略的目的の発射訓練の結果に大きな満足の意を表しました。そして我々の忍耐と警告を無視したアメリカと南朝鮮当局の無謀な軍事挑発策動が加増するほど、我々はあくまでもっと圧倒的にもっと攻勢的に強力に対応して敵の共和国侵略の企みをその都度無力化させ、人民の平和な生活と未来、社会主義建設事業を頼もしく守らなければならないとし、当面の戦闘的課題と恒久方針を示しました。総書記はアメリカが同盟に対する防衛公約を云々して同盟強化のそれぞれの名分で地域の情勢を緊張させる軍事的振動に必死になって傀儡集団の無謀さといわゆる勇猛なるものを煽り立てており、身分不相応な行動をそそのかしていると厳しく断罪し、無分別な妄動で危険を招いている敵に一層加速的に拡大強化されている我々の底知れない核戦争抑止能力を認識させるための攻勢的行動の必要性に触れました。そして徹底的な戦争抑止力の圧倒的デモンストレーションでアメリカと傀儡集団の選択に絶望を持たせ、地域で軍事同盟強化と戦争演習拡大を通じて得ることより失うことがもっと多く、さらなる重大な脅威に近づくことになるということを自ら認めるようにするだろうと言いました。金正恩総書記は労働党と共和国政府を代表して敵に共和国に対する無謀な戦争演習策動をやめることを今一度厳しく警告しました。朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩総書記に23日ベトナム社会主義共和国のボー・バン・トー・ワン主席から返礼が送られました。返礼は金正恩国務委員長がベトナム社会主義共和国主席に選挙された自分に祝電を送ったことに心からの謝意を表する、両党両国の間の伝統的な友好関係発展で重要な理定表となる国務委員長の2019年3月のベトナム公式親善訪問を今も忘れずにいる、ベトナムの党と国家人民はベトナムと朝鮮の間の伝統的な友好関係を常に重視しており、この立派な関係が両国人民の利益に即して、そして地域と世界の平和と安定協力強化に寄与できるようさらに発展することを望む、国務委員長の健康と崇高な重責でのさらなる成果を祈ると述べています。内閣と国家経済指導機関が経済全般への政策的指導を革命的に展開しています。各部門と機関が指標別計画を必ず達成するようしっかり掌握し、厳しく総括するとともに生産物の質と量を正しく評価できる制度的メカニズムの見直しと補足にも関心を向けています。特に穀物の生産目標の達成に優先的な力を入れる一方、各部門の有機的な連携を一層強めることにポイントを置いて経済の手配を行っています。各省中央機関が計画化を現実にさらに接近させ、生産部門での計画規律を徹底させて与えられた重要課題を互えず実行するようにしています。アメリカと傀儡集団の無謀な共和国押しつぶし策動を断固懲罰するための青年学生の復讐を誓う集いと戦地歌謡を合唱しながらの行進が22日と23日各地で行われました。
各同志軍の青年同盟の活動家、青年学生が参加した集いでは決意の表明がありました。発言した人たちは、愛する祖国の地に戦争を仕掛けようとするアメリカと傀儡集団の無謀な妄動は社会主義の砦、自主、自立、自衛の強国として名を馳せている土の貯村の青年たちを激怒させているとし、湧き出る力を国の防衛のための聖なる戦いに惜しみなく捧げて、侵略戦争演習に躍起になって虚勢を張っている戦争狂に恥ずべき惨敗を与える容赦なき懲罰の意思を披露しました。青年たちの敵撃滅のシュプレヒコールの声は国中で上がりました。青年学生は祖国防衛の歌と新軍また新軍などの戦時歌謡を高らかに歌いながら町を行進しました。23日、キム・イルソン総合大学で国家非常設宇宙科学技術委員会の定期会議が行われました。国家非常設宇宙科学技術委員会委員長の朝鮮労働党中央委員会パク・テソン書記が会議を指導しました。会議には国家非常設宇宙科学技術委員会の各委員と国家宇宙開発局、国家科学技術委員会、教育委員会、国家科学院、大学と科学研究機関の関係者が参加しました。会議では大学と科学研究機関の昨年と2023年の第一四半期の研究課題、各委員の任務遂行の状況が総括され、成果と傾向、克服の方途が真摯に協議されました。今年の第二四半期に実行すべき国家非常設宇宙科学技術委員会の委員たちの任務分担がありました。会議では社会主義建設の全面的発展を力強く促す上で、宇宙開発計画の段階別目標達成の意義と重要性を認識し、今年の研究課題を期限通りに必ず実行し、特に人工衛星の開発の革新技術の研究と農業生産、気象観測、資源探査、そして台風と大水、津波などの災害監視、祖孫式の通信システムの開発に関する宇宙科学技術の研究課題に力を入れることが強調されました。社会の大学及び科学研究機関を宇宙科学技術の研究により積極的に引き入れることにより、宇宙開発事業で転機を迎えるための国家的措置によって設けられた国家非常設宇宙科学技術委員会の定期会議は四半期に1回ずつ行われる予定です。気象局の中央気象予報隊の人たちが天気予報を科学的に正しく迅速に行うために励んでいます。予報隊では短期予報と中期予報、長期予報の正確度を画期的に高めるために取り組んでいます。合理的な降水予報システムと災害性気象の検索システムなどの開発と短期数値予報シミュレーションの科学化のレベルアップにも力が入れられています。長期農業天気予報システムを改善するための取り組みも進められています。中央気象予報隊では農作物の生育予報と農業気象通報の科学化を高い水準で保つためにも励んでいます。以上でこの時間のニュースを終わります。新ヨンギル、カンソギがお伝えしました。こちらは祖孫の声放送です。ここでリスナーの皆さんにお知らせです。祖孫民主主義人民共和国からお送りしている祖孫の声日本語放送の周波数が、地政112年、2023年3月26日、平壌時間で12時から一部変更されます。平壌時間で6時から7時まで、7時から8時まで、8時から9時までは、短波9650kHz、11865kHz、中波621kHz でお送りし、平壌時間で16時から17時まで、17時から18時まで、18時から19時まで、19時から20時まで、20時から21時まで、
21時から22時までは、短波 6070kHz、9650kHz、11865kHz、周波 621kHz でお送りします。ここでリスナーの皆さんにお知らせです。朝鮮民主主義人民共和国からお送りしている、朝鮮の声日本語放送の周波数が、主計112年、2023年3月26日、平壌時間で12時から一部変更されます。平壌時間で6時から7時まで、7時から8時まで、8時から9時までは、短波 9650kHz、11865kHz、周波 621kHz でお送りし、平壌時間で16時から17時まで、17時から18時まで、18時から19時まで、19時から20時まで、20時から21時まで、21時から22時までは、短波 6070kHz、9650kHz、11865kHz、周波 621kHz でお送りします。以上、周波数変更のお知らせでした。音楽の早期教育の総合的な拠点。平壌の県産幼稚園は、国内はもとより海外にも知られています。それは幼稚園で育てた多くの音楽神道が、内外の主力舞台で観客を取り込みしたからです。国際コンクール入賞者や売れっ子のコンダクター、創作家、演奏家、教育者の中には、平壌幼稚園の卒業生が含まれていません。国と社会の関心の中、平壌幼稚園には、音楽の早期教育に必要な一切の条件が揃っています。幼稚園では、カヤグム、オウングムなどの民族楽器と、ピアノ、バイオリンのような洋楽器の専門教育を行っています。幼稚園では、音楽の感受性に長けた子どもの発掘に手間をかけています。また、命名の素質や才能、身体などを十分把握した上で、楽器を選定し、クリエイティブな教授法を活用しています。子どもの知能発達に合わせたビジュアル教育と、実物教育、実践教育を適用しています。これからも平壌幼稚園から多くの音楽神道が輩出するでしょう。音楽の早期教育の総合的な拠点、平壌幼稚園をご紹介しました。競争の熱風を巻き起こす朝鮮人民の間で好評を博している食品には、ソンドウォン総合食品工場の製品もあります。ソンドウォン総合食品工場は関温道の地場産業工場です。1907年、2018年7月25日敬愛する金正恩総書記はソンドウォン総合食品工場を訪れました。総書記はいつからかここに一度来てみたかった、工場の従業員の仕事ぶりが見たくて今日時間を割いたと優しく言いました。総書記は良質の製品を生産していることを高く評価し、工場の人に各道の総合食品工場に比べてソンドウォン総合食品工場はどうかと聞きました。すると例の人は、平壌の名だたる食品工場と競争しようとしていると答えました。総書記は中央級の食品工場に立ち向かってみるというその覚悟が良い、当然そうならなければならない、ソンドウォン総合食品工場が中央級の食品工場に堂々と立ち向かってみるというのは聞いていて一番嬉しい話だと言って励ましました。中央級の食品工場に比べてみると、この工場はまだ多くの面で不足している工場でした。
けれど高い目標を立てて良質の食品を生産しようとの仕事への意欲に燃えるその人が頼もしく思われて自信と勇気を持たせたのでした。この日総書記は同クラスの食品工場で生産される製品が中央級の食品工場で生産される製品より品質が劣るということはない、人民の食卓に上がる食品は同クラスで生産したものであれ中央級で生産したものであれ全て品質が同じでなければならないと言いました。三保安総合食品工場では新製品を開発し品質を高めるための熱意が毎年強く示されました。昨年も工場の製品は全国的な展示会で中央級の食品工場と並んで高く評価されました。見た目にも商品のパッキングが綺麗でその種類が多様で一人手に手が出るというのが孫道雲総合食品工場の製品に対する人民の評価です。品質競争の熱風を巻き起こしている孫道雲総合食品工場をご紹介しました。